スはですね、こういう、合板ですね、あの日曜代行しているんで、たまにね余った木材ですねを使って、ベースを作ります。で、ちょっと先っちょ固まってたんでダイレクトに乗せますけど、もう紅葉ボンドですね、ポリプロピレンの間に接着剤の台紙にしたりするんですけど、まあこれですね、ちょっと薄く伸ばしてやります。でこれが、今まで塗装ですね、の時に使っていたスタイロフォームです。もうあの穴が開きすぎて使い物にならないぐらいになってるやつ、ちょっと大きめの状態で、接着していきます。傾斜をつけたいと思いますので、さらに、カットしてこう斜めに切っていきます。全部ねもうあのカッターでねやっていきますからね、まあ、この部分の作業をカットします。はい、まあ、こんな感じで、ね、薄くカットしたものですね、ベースの端っこに合わせて接着をしていきますが、こんな感じなんですけれどもね、わかるかな、ちょっと素人にしてちょっと暗くします。ちょっと傾斜がついてる感じになっていますね、はい、これを引っ付けていきます。端にしていたところですので、あ、3、4箇所飛び出てもこうやってカットするようになったんで、ね、こういう感じで、これでね、あのさっきあの打ち込んだ杭がありますからね、こいつが接着中もうそうですけど、この作業でですね、あのこのこと、ここのズレ、を防いでくれるという効果があります、錆を打ち込むとね。はい、ですね、ベースの大体の形が、スタイロフォームの上で形が決まりましたので、実際の、まあ、ちょっと置いてですね、どういうのように配置をするかというふうな、まあ、もともとイメージはある程度固めてあったんですけども、まあ、この時点ぐらいで、決定したいと思います。で、配置ですね、まあ、いろんな方向から見てですね、こっちの方向から見たりこっちの方向から見たりしながら傾斜を計算して、配置を決めます、まあ、こんな感じでトレースしました。で、こんな位置でよろしいかな。はい、それではね、これ100均に売られている紙粘土です。柔らかい、ふんわり、軽いって書いてますね。まあ、何粘土でもいいと思いますね。ダイソーで売られてたやつなんですけれども、これを使ってベースを作成していきます。
まあ、適当で結構ですので、まあ、とりあえずあの場所をね、確保しているところは注意しながらやっていきます。まあ、ちぎって乗せて引っ付けていきます。でこの時にですね、ベースとこの紙粘土がですね、よりうまいことですね、あの食いついてくれるようにするためには、まあうちのこの場合はですね、もうすでにだいぶ穴が開いてますんでいいんですけどね、まあこうやってあの新品のスタイロフォームの場合だったら、こうやって穴を開けておいてやると。でさらにはですね、あの木粉じゃないや、この粘土をこう貼り付けながらですね、あの木工ボンドを塗ってやるというふうなのも手です。まああのこれは、まあ、大概の紙粘土はちょっとひっつく性質ある程度与えられているので、まあそんなに心配する必要はないですけれどもね。でじゃあなんで紙粘土を使う理由っていうのはどういうことかというと、後の加工がしやすいからっていうのも理由の一つです。削れる、切れる、加工しやすいですね、あの削りやすい。これ石膏だとですね、あのカッターで削るのちょっと大変ですね、しんどくなりますので、あの今のこの状態はもう紙粘土がベストです。あのまあ、ちょっとまたこの先ありますんでね、こうやってもう塗りつけるような感じでこう薄くペラペラとしたやつで、塗りつけるように貼っていきましょう。この部分にその今の形を作ろうとかっていうの、今の状態は無駄ですので、ね、そんなことはしなくていいですね。単にだいたい均一にあの表面が全部紙粘土で覆われているかどうか、そこが重要になります。露出調整しながら、地面の雰囲気お分かりになりますか、ね、こちらはまあ水、こちらの方には水を流したいと、水の表現をしたいと、だいたいこういった風合いでございます。ベースを作るためには表面を作らないといけませんので、ここに、紙コップに水です。水です。でここにですね、約3分の1ぐらいの量の、3分の1から、そうだな、半分ぐらいですかね、まあ大体で結構ですね、今ぐらいの量ありますけれども、ここにあのベースの地面を作りますので、地面を作ると結構ね、あの大変なんですよね。先ほど用意しましたティッシュペーパーですね、これをですね、ちょっとちぎってですね、なるべくあのハサミとか使わない方がよろしいです。ちぎる。で端っこのあのあんまりあのなんていうか、まっすぐなところはやっぱり不自然に、もしかしたら不自然に出てしまう可能性もありますので、ちぎる。ちぎってまっすぐなところないような状態にして、でこれをですね、ボンドのこの水の中に浸します。でこれを貼ります。なるべく薄く貼ってやった方がいいでしょう。でペタペタと貼り付けてやります。紙粘土の、あの風合いが消えたと思います。まあ、ちょっと乾いたらですね、ちょっとここわかるかな、乾いたら乾いたでまたちょっとあの違う雰囲気が出てきますので、まあ、こんな感じになります。でこれで乾燥させますから、はい、タミヤのモデリングペースト、成形テクスチャーペイントですね、土ダークアースということで、これを使って、ずいぶんね古いんですけど、まあ、ちょっと余ってますよね。でこ
これを使って、土を作っていきます。ジャブローの地下の中ですんでね、まあ岩もあるはずですけれども、ペインティングナイフを使います。乗っけていきます。ですけど、まあ悪くないですね。もともと色もついてるし、thank you.